ハンターはもうカウントストップすんな。もう。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。どうも、そうです。今回もスプラトゥーンやっていくんですが、今回はね、スプラトゥーン逃走中を久々にやっていこうかなと思います。で、今回やっていくステージは、今日か。まあ土曜日、3月31日土曜日に追加されたこのマップ、ショッツル鉱山で、今回は逃走中やっていきますよ。ということでね、頑張っていきましょう。で、この、逃走中初めて見る方に、説明、ルールの説明なんですけど、ハンターへの攻撃、スペシャルの使用、リスポーン地点での引きこもり、そして、待って、やばい、なんつうの、スーパージャンプをね、不用意にやる行為はね、禁止っていう話なんだけど、待って、やばい、ちょっとハンターさんが喋るさ、待って、いるんだが、喋る余裕を与えてくれないんだよね。で、まあ、ハンターにね、倒されてしまえば、その時点で失格となります。待って、ガチエリア捕獲されてるんだが、危ない。一瞬ガチエリア取られてビビったんだが、危ない。ヌットこっち、捕獲されないようにしよう、ハンターに。なんでハンターとさ、ガチエリアをさ、ガチで戦い合わなければいけんだって話なんだけど、もうとりあえずここで、ガチエリア確保しちゃったよ。待って。やばい。ハンターも全力で止めて、待って、危ない。なんか、ハンターの行動の実況って何？とりあえず、あー、待って、え？ルデさんが倒されましたね。あと僕と、イラニフさん、アユムさんの3人が、こんな感じで。待って、イラニフさんも死んだんだけど、待って、早ない？今回ちょっとハンター強すぎない？急にハンター強くなる。待って、あと僕とアユムさん2人しかないよ。とりあえず隠れるのがいいこと、あれだね。最優先だね、これは今。待って、ミッション来たやんけ。ミッション。エリアを確保しろ。この地点までにエリアを確保してノックアウトしなければダメ。待って、やばい。そか、エリアを確保して、オッケー。カウントリアされた、待って。エリア取れなかったら、この地点アウトでしょ。取れたら、いいぞ。ノックアウトしないとダメっていうのがちょっと厳しいところあるよ。マジで。待って。ハンターに逃げながら。ハンターから逃げながら行くぞ。この時点でさ、ラウンド1でさ、これ、全員失格とかなったら、ミッション失敗して全員失格とかなったら終わりだからね。うわぁ。北斎強い。北斎じゃなくてパブロだった。バカ、危ない。いいぞ、ナイス。いいよ。マジで厳しいとこあるぞ、これ。あと1分で。ノックアウトって結構やばない?ちょっと僕がミッションに気づかなかったってこともあるんだけど。あそこ、こっち。抜けバカガチでやりに来てんじゃん、こいつ。やばい。は？恐ろしい。恐ろしいでござりますが、これ。恐ろしいでござりますけどもね、これ。待て。いいよ。とりあえずもう取れてる。取れてる、どうも大将ですって感じで。待って、怒られる。それ怒られるから。あ、待って、バカ。あ、死ぬ。サンズが見える。危ない。逃げ。ナイス。ナイスでしょ。仲間のアユムさんがナイスすぎる。言うの。取れ。いいぞ。ガチであの反対に来てるからな。マジで怖いから。あ、マジだ。待って、頑張ってみんな。あと1分もない。いいよ、あと10、いいよ。こもシュ。ストップすんな、もう。ハンターはもうカウントストップすんな、もう。オッケー、いいぞ。死んだ。よーし、ということで、やっていきましょう。今のはなかったことにされたよ。いやー、ってことで、さっきはもうクソ弱え感じになっちゃったんだけど、ちょっとね、復活ミッションっていうことでね、もう一回同じ内容でやって、これでね、ミッションがクリアできなかったら、まあ、この時点で動画終了。僕の登録者は激減。そして低評価数1万件超え。さすがにありえないな、それは。はい、ということでね、エリア取っちゃったよ。大丈夫かな。とりあえず、さっきね、ハンター側はちょっと間違ってたらしくて、ゲームが開始してから1分後、まあ、つまり残り時間、4分からハンター動くはずだったんですけど、間違ってゲーム開始同時に、なんか行動開始しちゃったらしいんですよ。まあ、それも相まってちょっと、まあ、やり直しというか、まあ、もう一回ね、まあ、やり直し的なね、感じでやっていくよっていうことで、まあ、とりあえずミッション、出るミッションが同じと
ってるミッションは同じで、同じ内容でやっていくっていう話なので、カウント始めとこう、今のうちに。今のうちにカウントしとこう。うん。そうだよ。ハンターが動いてない間にカウントしとけ、カウント進めときゃよかったなって思ったよねって言うとおりますけども。みんなもビビってハンターにもガチで逃げに行ってるじゃん、もう。ビビらんといて、みんな強くなって。みんな強くなってくださいって言うとおりますけどもね。待って、待って、自分が死ぬ。待って、ごめん。逃げよう。逃げますと。とりあえず、エリア確保しながら逃げよう。ここが一番視界いいから、待って。ハンター、さすがにストップしすぎだろ。まあ、とりあえず、ここ塗ろう。ほら。危ない。逆にハンターにカウントストップされちゃう。逆に、なんかハンターがね、ノックアウトしちゃう的な事件もありそうだよね。全然ね、カウントが進まないんだけど、あと2分半。待って、一人死んでる。あ、あゆむさんとルズさん死んでるじゃん、二人とも。早くない二人とも。やばいでしょ。しかも、ハンターさんが急にいなくなったんだけど、どこ行った？あ、いた、あっちにいる。ちょっと、この緑インクがすごいうざいから、ちょっと緑インク塗っとこう。いや。やめろ。オッケー、いいぞ。とりあえず、ハンターに取られた瞬間に、塗ろう。よし、いいぞ。よし、いいぞ。これ僕がもう貢献しまくってるでしょ。もうみんな僕に感謝してって言うてますけども。やばい。逃げてー、に、あ、ちょ、ハンター瞬間移動する技やめて。ハンター一緒に瞬間移動するのやめて、マジで。僕のネット回線が悪いのせいかもしんないけど。来た。あ、待って、もう、待って、あと残り1で、残り1なんだけど、待って。おい。やめちくりー。オッケー。おっ、いやあ、危な。よーし、ということで、ラウンド2、やっていきましょう。で、今生き残ってるのはね、僕と、イラニフさんですね。ルゼさんと、なんだ、アユムさんは二人ね、まあ、開始早々そうでもないけど、多分、ミッションクリアしようとしてね、ハンターを手によって、埋葬されちゃったのかって感じですね。ということで、まあ、僕と、イラニフさんでね、頑張っていきましょう。今回はね、縄張りバトルで、やっていきます。ミッションがどんなのなのかちょっと不安だけど、縄張りバトルってことは、塗りポイント稼げって多分内容だと思うから、縄張りバトルだから。とりあえず、塗りポイント稼いどこ、今のうちに。とりあえず、稼いでいきますよって言うとりますよ。とりあえず、塗りポイント500ポイントくらいまでいけたらいいかな。ハンターが出るまでに。よし。ちょっと、インク不足がちょっと本当に深刻だから、頑張っていこう。オッケー。いいよ、もう500ポイント超えちゃったよ、もう。いいぞ。待って、早っ！ミッション来た。縄張りを確保しろ。二人で縄張り2000以上確保すれば、復活することができる。なるほど。じゃあ二人とも、ポイントを2000ポイント取らないといけないってことか。なるほどね。あと400ポイント取れれば、多分2000ポイント超えると思うんで。反対でも塗りが勝ってたら多分2000ポイント超えるからね。とりあえず、1000ポイント目標で塗っていこう。あと1分しかないけど、200、オッケー。とりあえずね、頑張ろう。いいぞ。うわぁ。あと20。多分これで塗りポイント2000は超えたでしょ。多分1000超えたから。よし、いいぞ。あ、上にいる、オッケー。いいぞ。あと、イラニフさんがどれくらい塗りポイント貯めてるかってところだけどね。うん。頑張れ。倒されないようにしよう。倒されないようにしなきゃ。もう塗りポイント溜まってるからね。探してる。ハンターが。塗ってるね。みんな塗ってる。オッケー、多分2000ポイント、二人とも2000ポイント超えるでしょ、これ。多分ね。縄張りバトルで勝ったら、1000ポイント足されるからね。塗りポイントに。よし。あ、これは勝ったっしょ、縄張りバトルにも。あ、これはもう2000ポイント超えますわ。お、ほら、え ?2000 ポイント超えてないやんけ。よーし、ということで、やっていきましょう。最後のラウンドです。ラウンド3、最後。ラストをやっていきましょう。で、僕とイラニフさん二人が生き残ってるんで、頑張っていきましょう。で、今回はね、ヤグラということで。まあ、これでさっするにね、逃走中でヤグラといえばもう、運ぶしかないよねって感じなんだけど、とりあえず、頑張っていこう。このゲーム開始時、1分後に、ハンターさんが動くっていうルールだったんですけど、前まではね。今回からね、ゲーム開始と同時に、ハンターが、待って、ねえ、スーパー着地でハンター殺してるんだけど。イラニフさんスーパー着地でハンター殺してるんだけど。待って、来た。ミッション来てる。ミッション、ハンターを倒せ。このミッションは前にもやったと思うが、そこ、
今回は少し違う。あ、だからスーパーチェックして殺してるのか。待って、とっくにもハンターが来てるみたい。おら、やれ。よし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 。スペシャルの使用を許可してるみたい。あ、そういうことね。ハンターを20キルすればいいんだね、この2分48秒の間に。まあ、結構厳しいところあるぞ。とりあえずハンターミッションね、ゲーム開始同時に出てたわ。絶対倒すからな。待って、めっちゃ逃げるやんこいつ。おら、よしよし、いいぞいいぞいいぞ。あと、多分あと4、あと今、今4キルかな。あと16キルだよ。あと2分で16キルって結構やばくない？あと何キルだ？多分あと何キルすればいいんだ？わかんない。キル、おら、オッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。よし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 。あと2分で、あとどれくらいキルできればいいんだろう。時間制限的に厳しいところもかもしんないけど、とりあえずちょっと、2分半、まあ、中盤から待ち伏せ OK ってことなんで、ここでもう殺そうもう。あれ？でもハンターいなくね？ハンターどこ行った？あれ、ハンターどこ行った？あ、いたいた！オッケーオッケー、ナイス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 、いいぞいいぞいいぞ。めっちゃハンターの殺戮パーティー始まってて笑うんだけど。あ、いるいるいる。ここにいるから倒そう。上にいんな。上にから降りてきたところ倒そう。あ、あ、後ろにいた。待ってて。おら、足早こいつ。オッケー、ナイスナイスナイス、いいぞいいぞいいぞ。待って、あとどれくらいキルすればね、マジで。なんか自分がキルした回数が出ないから、スプラトゥーンは。ちょっと最後になってからしかわかんないから、そこら辺怖いよね。割とマジでちょっとミッションクリアしたとかわかんなくて、終わる可能性が。わ、当たんない当たんない。足速くない？この、待って、もうハンターだから足速いのは当然か。もう倒せないんだけど。オッケー、いいぞ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 。いいぞいいぞいいぞ。あと50秒何キルできるかだよ。とりあえず。2人合計して20キルできればいいって話なんで、とりあえず、多分ね、この、イラニフさんが、いっぱいキルしてるの願おう。いいぞ、ナイスナイスナイス。でもアシストもキルに入るらしいから、これも狙ってこう。うん。まあ、ノルマは1人10キルだよね。あと10秒しかない。いるいる。いるいるいる。倒せないんですけども。え、どこ行った？いるいるいる。逃げるな、逃げるな、逃げるな。いいよ、ナイスナイスナイス。いいぞ、いいぞ、いいぞ。あと10秒、あと10秒。あと10秒だぞ。ほら、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 ほら。いいぞ、いいぞ、あと5秒、あと5秒。頑張れ、ちょっと。行くぞ、行くぞ。あー、ちょっと無理だった。あ、なん、ま、めっちゃ黄色。え？あ、8たす7で、15だ。5キル足りなかった。ってな感じで、今、第4回のプラ逃走中どうだったでしょうか。まあ、かなりね、難しい、まあ、ミッションの設定にしてたらしいんですけど、まあ、結構ね、いい感じだったのかな。まあ、でも今回難しすぎたわ。ってな感じで、もし来なければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ動画見てくれて嬉しいです。ってことで、読んでください。じゃあ